でお上がりください。3連覇を達成、パリオリンピック代表内定を決めた宮田。第63回 NHK 杯個人総合優勝は宮田祥子選手です。おめでとうございます。鶴見幸子さん以来の3連覇。やはり今回パリの選考もかかってましたし、また何かこう持つ重み、感触もちょっと違うかもしれませんね。そうですね、点差は開いてたものの、やはり最後もう安堵というか、もう緊張から解き放たれ垂れた表情がとても印象的でした。はい、怪我を抱えながらそれでも3連覇、パリオリンピック代表を決めました。皆様、今一度宮田選手に大きな拍手をお願いいたします。この後は代表に内定した選手のセレモニーも行われます。5人目の発表です。田中光、パリオリンピック女子強化本部長、ステージへお上がりください。女子体操競技強化本部長の田中光さんです。いよいよ発表となります。宮田祥子選手、日の丸のついたジャケットが、上着が渡されました。左の腕のところにはパリと書かれています。夢のオリンピックにいよいよ挑みます。初めてのオリンピック代表内定となった岸です。安定した演技で代表内定を勝ち取りました。4位でパリオリンピック代表内定、今日16歳の誕生日、その中村、そしてこのあと5人目が発表されます。この牛奥が初めてのオリンピック代表に選ばれました。杉原は3大会連続のオリンピック出場はなりませんでした。
今その日の丸のついたジャージに袖を通しました。ですから寺本さん、はい、5人全員が初めてのオリンピックということになりますね。いや、お羽めっちゃ嬉しいです。思わず寺本さんもマイクは切っていたんですが、はい、もうなんかマイク切ってたんですよね。あ、足川の目には涙です。2大会連続のオリンピック出場を目指した足川。跳馬の貢献によってパリオリンピック代表に内定しました牛奥。この5人が2ヶ月後のパリに挑みます。体操日本応援アンバサダーのジェネレーションズの片吉さん、中塚さん、小森さんから応援メッセージをいただきます。改めて寺本さん、この顔ぶれいかがですか。はい、本当にカラッと変わりましたね。そうですね。ただオリンピックね、怖いものあるって結構言われてるんですけども、初めてって意外と怖いものなしで行けたりするところもあるし、まあ